来年に青山学院大学4位でフィニッシュです。大学が2位フィニッシュ、そして3位争いはどうだ。けれど確かに歩んできた道だ。本当に一人一人が自分がやるっていう気持ちを持って1年夢の途中に今も。しかし差が少し開いた、差が少し開いた、その差がわずかに広がった。負けてしまったので本当に全然ダメなキャプテンだなって。このあと僕は1年生若林宏樹が待っています。そして今回はその助けをトップで後輩に渡そうとしています。王座奪還へ青山学院大学、2年ぶりに往路小田原トップを出し、トップで助けを出しそうです。キャプテン飯田から1年生若林に今トップで助けが渡りました。笑顔で助けを渡した青山学院のキャプテンは。この2区走るっていうのはやっぱすごい自分自身プレッシャーにもなって、まあ、思ったような動きはちょっとできなかったかなと思います。まだ力不足だなって思いました。本命は箱根一歩なので、そこで箱根でしっかり区間賞を争いできるような走りに今後あと3ヶ月間持っていきたいというふうに考えています。開きを増したフレッシュグリーンのユニフォームが見えてきました。青山学院大学中村唯人に給水を渡すのは湯原慶吾4年生です。今大会1区にエントリーされていましたが、当日変更で走ることはできませんでした。今給水を渡して何か声をかけています。楽しんで走ってこいと声をかけたいと湯原はそう話していました。湯原にとっての最後の箱根駅で 50m が終わりました。フィニッシュテープが見えてきました。今その表情が見えた。右の拳を上げた。2年ぶり5回目青山学院大学往路優勝。当たりました。今青山学院の1年生の王座が出ました。初めて出ました。感触ついていけないか。日本人エース東京国際感触ついていけない。5メートルから6メートル離れました。なんと青学の1年生が満を持して18キロ進出、通り出しました。2年ぶりの王者だ。故障が長引いたため箱根には間に合わなかった岸本。やっぱ自分が走らなければいけないっていう、まあ、悔しさであったりがあったので、まあ、来年はそこに向けてしっかり怪我っていうのをしていって引っ張っていくっていう部分でやっぱり上級生としてやっていかなきゃいけないなと。10区であの鶴見中継所3分19秒差あったのを逆転して優勝しました。果たして逃げ切れるかという岸本は1キロに全てを塗り替えそうだ。右の拳を上げ